どうもこんにちは、作業療法士の荻野です。今日はですね、これからの時期に発症しやすい脳梗塞の前兆についてお話をしていきたいと思います。脳梗塞というのはですね、実は6月7月いわゆる初夏の時期にですね、発症が多くなるんですね。その理由としては、じとーっと暑くなってけど、まだ8月ほど水を飲もうという意識があまり芽生えてなくて、それで知らぬ間に脱水状態になって血栓ができやすい、血液がこうドロドロになりやすい状態で、それで脳梗塞を発症しやすいと言われております。なんとなく脳の病気って冬のイメージですけど、この脳梗塞とかはですね、実はこの初夏の時期に多くなりやすいので、ぜひこれからね、注意しないといけないんですね。特に脳梗塞は年間6万人の方が亡くなる怖い病気です。そして発症すると、いわゆる半身麻痺とかそういう後遺症もですね、大きい後遺症も抱えて生活をしないといけないので、かなりですね、大変になったり介護を必要としてしまいますので、ぜひこの脳梗塞を事前に予防できるように今日はお話をしていきたいと思います。そしてこの動画の最後には、そういった脳梗塞かどうか、ね、脳に異常がないかを簡単に、本当に簡単にチェックする方法がありますので、それを今日はお伝えさせていただきます。ぜひですね、脳梗塞の前兆にいち早く気づいて、そして生存率を高めたり、後遺症で苦しむことがないように僕と一緒に学んでいきましょうね。このチャンネルではシニアの方が健康であり続けるための情報をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、脳梗塞を未然に防ぐ方法、僕と一緒に学んでみましょう。さあ、それではですね、まず脳梗塞について簡単にですね、お話、説明をさせていただきたいと思います。脳梗塞というのはですね、まあ、脳に栄養を、ね、届けるその血管が詰まる、せき止められてしまって脳が虚血状態になって、そして脳細胞が障害されて様々な症状が引き起こされる病気になります。まあ、例えば脳のですね、大きい血管が動脈硬化とか、まあ、血栓で詰まってしまう脳梗塞をアテローム性脳梗塞と言います。そして脳の、細い血管がね、詰まってしまって脳梗塞が起きることをラクナ梗塞と言います。そしてもう一つですね、心臓で、例えば心不全とか、まあ、心房細動とか、そういったですね、心臓が異常をきたし、そこで血栓ができて、その血栓が脳に飛んで、詰まってしまう、これをですね、心原性脳塞栓症と言います。これらがですね、脳梗塞の3つの分類になります。そして脳梗塞を引き起こすリスクファクターとしては、糖尿ですね、血糖値が高い、あとは高血圧、肥満、喫煙、運動不足、脂質異常、まあ、いわゆるですね、生活習慣病を抱えていると脳梗塞のリスクはかなり高まってしまいます。まあ、最初に申し上げたように、動脈硬化などでもう血管がもう狭まってしまっているとか、糖尿病などで血液がドロドロでもう血栓ができやすい状態の方はですね、本当に脳梗塞多いので、やっぱり生活習慣病があるかないかというのもとってもですね、発症に関わってきます。さあ、そしてですね、脳梗塞の前兆として TIA、一過性脳虚血発作というのがあるんですけど、皆さん TIA ってご存知でしょうか。これはですね、例えば動脈硬化とか、あとはこうどこかで小さな血栓が剥がれて、それが脳に流れて、で小さいので脳の奥の方でですね、一旦詰まっちゃうんですね。そうすると脳梗塞の時みたいな症状が一時的に現れるというのが TIA、一過性脳虚血発作になります。まあ、こちらですね、脳梗塞にしても、この TIA にしても、症状というのは、手足のしびれとか脱力感、あとはめまい、そしてろれつが回らないとか、口角が下がってベロが動きづらいとか、そういったですね、言語障害、あとは片方の目が見えづらくなるような視野の障害、こういった症状がですね、実は脳梗塞発症前に現れることが本当に多いんですね。でもこの一過性脳虚血発作というのはまさに一過性なので、まあ5分から10分ぐらいすると症状って落ち着いちゃうんですね。まあ、例えば、あら、なんか力が入りづらいなとか、手が痺れるなとか、あら、なんかろれつが喋りづらい、ろれつが回りづらいぞと思っても、その10分後ぐらい、まあ1時間以内には消失するって言われているので、短い時間でもうその日に消失するんですね。だけどこの TIA の虚血発作がですね、起きてから2日以内にですね、本当に脳梗塞が発症する可能性って 20% もあるんですね。
なので多くの方はですね、この TIA、いわゆる、一時的な症状が出ても、消えてしまうから、あ、疲れすぎだったのかなとか、あ、どうしたのかなというふうに見過ごしちゃう方が本当に多いんです。なのでこういった時は考えすぎと思わず、必ずですね、病院を受診した方がいいんですね。で、しっかりと MRI とか、検査してもらって、脳梗塞の可能性がないかをチェックしてもらうのが一番いいんです。で、脳梗塞というのはですね、発症してから、ね、見つかってから3時間4時間以内に、そういった血栓溶解術というね、治療法を受けると本当に後遺症少なくですね、治療することができるので、いかに早く見つけて、いかに早く、処置をするかが本当に大事になってくるんですね。僕もですね、経験としてもともと訪問リハビリの仕事をしてたので、僕が担当する、もう80過ぎの、おばあさんのね、患者様のお家に伺った時に、まあ、家族の方が玄関のところで、いや先生今日はちょっとお母さんなんか力もなくてうまく喋れてなくて疲れてるようなので今日はリハビリお休みしてもらえませんかって玄関で言われたんですね。まあ、その時にいや先週までは元気だったからなんかおかしいなと思って、まあ、じゃあ状態だけでもちょっとね確認させていただいていいですかと言ってお家に上がって、それでその患者さんの、状態を見たらですね、本当にもうマスク取ってもらったら口角が半分だけね左だけ下がってて、でじゃあ僕の手握ってくださいって言ったら、右手はしっかり握れるのに左手には全然力が入ってない、立とうとしても左足半分だけはカクンと膝が抜けて足にも力が入ってないというふうにですね、もう明らかに半身に脱力が出てたんですね。なのでもうすぐに、いやちょっとこれはもしかしたら脳のご病気の可能性があるからすぐちょっと救急車呼んでくださいと言って、実際救急車呼んでですね、検査してもらったら本当に脳梗塞が見つかったんですね。やっぱりこういう医学的な知識が、ない方はですね、やっぱり疲れてるからかなとか元気がないって捉えてしまって見過ごしちゃう人ってやっぱりいらっしゃるんですね。なのでいかにですね、こういった脳の病気の時はこういう症状が出やすいっていうのを知っているか知らないかで、本当にその後の予後というか生存率も、変わってきてしまいますので、ぜひ今日はねこういった話をしっかり覚えていただきたいと思います。とは言ってもですね、いや考えすぎかな、救急車呼ぶのもどうかなっていう、そういった風にですね考え込んじゃう方も、ね、判断しかねちゃう方もいらっしゃると思うので、この後はじゃあそういった脳に異常がないか簡単にチェックできる方法というのをご紹介していきますので、ぜひ今日はここまでしっかり聞いていただきたいと思います。さあそれではですね、そのチェックの方法とはどんな方法なのか一緒に学んでみましょう。さあそれではですね、脳に異常がないかチェックする方法、それはですね、バレー兆候という兆候を見極める方法ですね。こちらですね、例えば脳に病気が、疾患が現れると半身麻痺といってね、体半分に影響が出やすくなるんです。特に運動麻痺みたいな動きが悪くなる、体が自由に動かせなくなるという症状が出やすいんです。そういった体に運動にですね症状が出てた場合は、やはり考えすぎと思わず救急車を呼ぶべきなんですね。で、それはどうやってチェックしたらいいかというと、本当に簡単で、まず皆さん前習いをしていただいてね、しっかりと肩の高さまで前習いをしていただいたら、手のひらを上にしましょう。この状態で、まあ、そんなに力まなくていいです。力を抜いた状態で目を閉じます。そしてこのままですね、少し時間を置きます。まあ10秒とか20秒ぐらいでいいです。ちょっと一回まあ目を開けていただいていいんですけど、そうするとですね、脳に障害、病気がある方は片方の手がスーッと下がって手のひらが下向いてくるんですね。こういうふうに片手はちゃんとキープできているのに、半身片手はですね、キープできない方は、これはですね、脳の疾患がある特徴、バレー兆候が陽性の方なんですね。本当にこうやって、今は何ともないから全然こんなのへっちゃらじゃないかと思うんですけど、半身麻痺が起こると、いわゆるこう腕を支え続けることができない、力が入らなくなっちゃうので、片手だけ下がってくるんですね。これだけで脳に異常があるかどうかわかりますので、もし、例えばご自身もしくは家族の方が、なんかいつもより力が入ってないとか、ね、ろれつが回ってないと、そういった時にですね、ちょっとじゃあこれやってみてと言って、前習いさせて手のひら上にして、で、目を閉じてもらう。で、ヒューンと下がって、片方だけ下がっていったら、もうこれはすぐですね、救急車を呼ぶべき、タイミングになりますので、考えすぎと思わず、ぜひ救急車呼んですぐ治療、もしくは診察をしてもらう。それが本当に大事な対策になります。まあ、こういうふうにですね、一つ知っておくとですね、やっぱりこう、いや、救急車呼ぶほどじゃないかなって、
で、そうやって悩んでるうちに、その TIA 一過性の虚血発作の場合は、症状が落ち着いちゃって、あ、やっぱ考えすぎだったかっていうふうに本当に見過ごしてしまう方が多いので、ぜひ今日はですね、この脳梗塞の症状とか、ね、TIA っていうまず、前兆が現れること、そしてもし怪しいと思ったら、こういうバレエ兆候ってね、調べる方法を行っていただいて、未然にしっかりと脳梗塞を予防できるようにしていきましょうね。はい、今日はですね、このように脳梗塞をすぐさま見つけて予防する方法をお伝えさせていただきました。このように健康に役立つ情報をこれからもどんどん発信していきたいと思いますので、ご興味ある方はチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。そして僕の過去の動画ではですね、こういった脳梗塞とか、まあ、いわゆる生活習慣病がですね、原因となるとお伝えしたので、そういった生活習慣病を予防する、有酸素運動とか、たくさん紹介しております。こちらからクリックできますので、運動の方もぜひ確認してみてください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ここまでのご視聴本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。